クリコヴォの戦い、ロシア語、または、1380年、モスクワ大公ドミートリー1世、ドミートリー・ドンスコイの率いるルーシ諸侯連合軍が、ジョチウルスの事実上の支配者、ママイの軍とそれに同盟した、リトアニア大公国、ルーシ諸侯などの連合軍を破った戦い。なお、アレクサンドル・ソルジェニーツィンの小説、ローマ記のザハールでは、地名が、クリコヴォなのかという問題が出されているが、一般にはクリコーヴォが取られている。モスクワ大公国のドミートリー大公は、増税を要求するジョチウルスに対し公然と反旗を翻し、1378年にリャザン公国北部のでタタールの軍を破ったが、1380年にはジョチウルスの事実上の支配者、ママイ自身の率いる大軍と再び戦わなければならなくなった。ボジャカ藩での敗戦を知ったママイは、モスクワ大公国を撃つべく、より綿密な軍事的、外交的準備を進めた。自らの軍を、イタリアのジェノバ共和国からの傭兵、チェルケス人及びヤス人の兵で補強し、リトアニア大公国とリャザン公国に対しては、両国と同盟関係を結んだのである。ロシアにおける覇権を相互に争い、モスクワにとってライバル中のライバルであったリトアニア、大公国のヨガイラは一も二もなくこの申し出に乗り、ママイと同盟した。しかし、リャザン公国の立場は微妙なものであった。1373年と1377年の2度に渡り、タタール軍の侵入を受けて荒廃していた、リャザン公国は、ママイ軍とモスクワ軍双方の進路にあたり、戦場になることが予想されるため、どちらに味方しても難しい立場に置かれることは明白であったからである。かといっても、中立を貫くのも不可能な状況にあった。苦しい立場にあるリャザン公オレーク・イヴァノビチは、結局、モスクワ打倒がなった際には、ママイの重臣として、ルーシの地をヤガイロと二分して統治するというタタール側の条件に、惹かれて、基本的に、ママイ軍に加担するものの、モスクワのドミートリーに対しても、友好的な旅を保持しようと努めた。1380年9月8日、モスクワのドミートリー大公が率いるルーシ諸侯連合軍は、ママイとそれに同盟した、リトアニア大公国、ルーシ諸侯の連合軍とドン川近くのクリコヴォ、平原で、戦闘状態にいった。ドミートリー率いるルーシ軍はドン川を渡って、背水の陣を敷き、双方が数万ないし十数万とも言われる大軍がぶつかり合う、激しい開戦となった。戦闘は終日続き、モスクワ側が最後に温存していた副兵部隊を投入し、かろうじて勝利した。これがクリコヴォの戦いである。軍事的、外交的に周到な準備を施したジョチウルスの武将ママイは、モスクワ大公ドミートリーに使者を送り、ママイ政権の重心になること、また、ウズベク藩の時代に、ウラジミール大公が、ジョチウルスに治めていたのと同等の軍勢の実施を求めた。これは、実質的に、ママイの対ドミートリー最後通牒に等しかった。ドミートリーは、この要求をすぐに拒否はせず、しかし、ママイ軍の接近の知らせを聞くと、戦端を開くことを決心して諸侯に、軍勢の動員を促した。ルーシ諸侯の軍は1380年8月15日を期日としてモスクワ側と丘側が合流するコロムナ、現ロシア連邦、モスクワ州に集結することを約していた。モスクワ大公国側はママイ軍、リトアニア大公ヤガイロの軍、リャザン公オレークの軍が集結すると見られる丘側を越え、さらに南方に進出してママイ軍を迎撃する計画を立てた。ドミートリー率いるルーシ連合軍は9月8日にドン、川を渡り、その支流ネプリャドバ川の右岸、クリコヴォ平原に陣を敷いた。クリコヴォ平原は、リャザンの領域にあり、その背後をドン川とネプリャドバ川が流れ、これはまさに背水の陣であった。この布陣は、ドミートリーの不退転の決意を表すとともに、戦術としては、タタールの騎兵が迂回して、ルーシ軍の背後や側面から奇襲をかけることを難しくしていた。ルーシ連合軍は、騎兵からなる前哨部隊と、歩兵からなる先遣部隊が前衛を構成し、その後方に、右翼部隊、主力部隊、左翼部隊が配備された。なお、この3部隊は、両翼の騎兵が中央の歩兵を取り囲む形に配された。さらに、その後詰めとして、予備部隊と騎兵からなる副兵部隊が配置された。一方のママイ軍は、軽騎兵からなる先遣部隊、ジェノバ傭兵を含む、歩兵中心の中央部隊、そして騎兵からなる右翼部隊と左翼部隊が並ぶという布陣を採用した。戦闘に先立って、当時の慣行で両軍から有志が選抜され、一騎打ちを行った。ロシア側はイタリ生産者聖セルギー大修道院の修道士アレクサンドル・ペレスベイと、ママイ側はタタールの武将チェルベイであった。双方相打ちで倒れ、戦端が開かれた。9月8日朝に始まるクリコボの戦いははじめ、ルーシ連合軍の前哨部隊、先遣部隊とママイ軍の先遣部隊が衝突し、ルーシ連合軍が敗北して後退した。次に、ママイ有利の状況で両軍の主力が遭遇した。ママイ軍右翼の騎兵が、ルーシ連合軍左翼を強襲し、さらにルーシ軍の中央主力部隊を包囲する勢いであったが、その先端が伸びきったところで、今度はルーシ連合軍で温存されていた、副兵部隊が投入され、副兵部隊と、中央主力部隊によって、ママイ軍右翼が攻撃される形勢となった。これにより、ママイ軍右翼の騎兵隊は、混乱に陥って、後退を始め、さらに、自軍の右翼後退を知った、ママイ全軍が混乱して、逃亡を開始し、これを、ルーシ連合軍が追撃して、ついにモスクワは、勝利を収めた。終日に及ぶ、大激戦であり、この戦闘でのロシア側の損失も極めて大きかった。おびただしい死者を想像するため、ドミートリー・ドンスコイはクリコボに8日間逗留したと言われる。しかしながら、モスクワとその連合軍にとってこの戦いが総力を挙げた決戦であったのに対し、ママイ軍にとっては他に様々な戦いを抱えているうちの一戦闘に過ぎなかった。ママイ側は未だ予備兵力を十分に確保していたので、ある。事実、ママイは第二次ロシア遠征を計画していたが、これが実行に移されなかったのは、ママイが同じモンゴル人のトクタムイ氏、トクタミ氏との抗争に敗れたためであった。そして、上述のようにトクタムイ氏は、1382年のモスクワ遠征に勝利を収めたのである。モスクワの勝因としては、海戦の起こった場所には河川が縦横に流れており、草原での戦闘を得意とする騎馬民族タタールの兵に対して戦術的に有利だった点が挙げられる。また、その東には鬱蒼とした森林が広がっており、外部の攻撃から守る役割を果たしていた。モンゴル人支配下のロシアで台頭し、モスクワのライバルであったトベリ公国は経済的にも軍事的にもモスクワに被験する力はすでになく、リトアニアやタタールとの不安定な同盟に依存していた。クリコボの戦いに先立つ1375年、モスクワはトベリ公ミハイルを破り、モスクワ大公を2位として敬うことをトベリ公に認めさせ、タタール軍との戦闘の際には共同作戦を行うことを約束させている。また、モスクワの歴代の公、大公は、ロシア正教会に広大な土地を寄進し、正教会もその支援を目に見える形で表そうとして、プシュ教座をモスクワに移した。ロシア正教会は、ロシアにおいて、いわばロシア国家に先んじて一大統一組織となっていた。この戦いで、モスクワが勝利した原因としては、正教会の援護が果たした役割も見逃せない。さらに、この頃のジョチウルスは、長期の内紛に悩まされていた。1357年のベルディベクの父親殺しによる範囲奪取以来、混乱に陥り、ロシアの内政に対し組織的に介入する力を相対的に失っていたが、ドミートリーはこの機を逃さなかったのである。ロシアの諸国にとって、タタールに対して本格的な勝利を収めたとして特筆され、ロシアがタタールの首輝から脱却する最初のきっかけになった出来事として評価される。また、この戦いに勝利したことから、モスクワ大公国の威信は大いに高まり、同国の勢力拡大に大きな影響を及ぼした。自ら先頭に立って軍を指揮した第4代モスクワ大公、モスクワ公とては、第6代のドミートリー一世は、ドンスコイ、ドン川のという意味の称号で呼ばれ、英雄視された。同年、ジョチウルスの政党、ハントクタミシュはママヨで敗れたママイは、クリミア半島に逃亡したが、黒海沿岸のジェノバ共和国の植民地、カッファ、現ウクライナクリミア地共和国の都市、フェオドシアにおいて、イタリア人との間に摩擦を生じ、殺害されたと言われる、あるいはトクタミシュに捕殺されたとも伝わる。敗れたジョチウルスであったが、その後、支配権を回復した新たな反トクタミシュの下で巻き返しに成功し、1382年に大挙してモスクワ軍を駆逐。ドミートリーは不意を打たれてモスクワを放棄し、モスクワ北東 370km のコストロマ、現ロシア連邦、コストロマ州で再起を図った。しかし、その間、モンゴルの大軍はクレムリンを包囲、モスクワを蹂躙したため、モスクワ大公国は荒廃した。ドミートリーはコストロマで兵力を再結集し、モスクワを奪回したが、トクタミシュはモンゴルによるロシア再支配を実現し、モンゴルへの功能も継続された。しかし、こうした過程を経て、次第にジョチウルスの勢力は次第に減退し、やがて分裂を繰り返すようになった。この戦いは、無敵のタタールという従来の観念を揺るがせ、タタールの支配は覆すことのできるものであるという希望をロシア人に与え、モスクワがロシアの諸方の中で求心力を発揮し、国家統一と独立闘争における指導的地位を得る契機となった。この出来事は100年後の1480年にでロシア人がモスクワの地に台頭するきっかけとなった歴史的な大事件として、ロシア史では半ば伝説的に語られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。